柴田匠は日光アセットマネジメント社長兼最高経営責任者。日光アセットマネジメントの CEO、元野村ホールディングス COO。2013年3月に野村を退任後、6月に日光アセットマネジメントの会長、翌年1月に CEO に就任。公募、死亡、ETF を合わせた投資信託の残高で、 同社は2016年の5位から2018年初頭の2位に成長。2017年に1兆円を超えたグローバルロボティクスファンド、2018年の同業者と機関投資家顧客のための共用リスクマネジメント、エコシステムの構築などに特色を出す。野村ホールディングスのグローバル化戦略の中心人物であり、海外で15年連続勤務した後2002年に、 東京に起任。2006年から野村アセットマネジメントの CEO。2007年に野村ホールディングスの CEO となり、2008年の世界金融危機に対応しつつ、同年にリーマンブラザーズの欧州ビジネスを、ボ望価格の2ドルで、アジアビジネスを2億ドルで買収した立役者。2009年には2億5200万円の役員報酬を受けた。 2012年に増資インサイダー問題で、組織のトップとしての監督責任を取り、8月に野村の COO を自主顧問となり、2013年3月に、同社を退職した。現在は、日光アセットでの業務に加えて、国連 UNHCR 協会、東京に機会ジェスク音楽文化振興会を呼び、投資信託協会の理事を務め、 国際的 PR 会社エデルマンを呼び、政治リスク専門コンサルタント会社ユーラシアグループの社外アドバイザーを務める。ありがとうございます。